どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は映画の曲をやってみようと思います。アルマゲドンの映画のテーマソングになった、エアロスミスの、I don't want to miss a thing という曲。I don't wanna close my eyes 誰です、あれ。あの曲を、このちっちゃいウクレレを使ってガズレレ流簡単バージョンで、やってみましょう。エアロスミスをウクレレでやるとかね。いいですよね。はい。で、いつもね、2バージョンやるんですけど、ですね、途中のブリッジパートみたいなところすごく転調してちょっと難しくなるんで、最初にやるシンプル簡単バージョンの方はですね、初心者向けです。この超簡単バージョンの初心者版は、ショートカットバージョンでのいいとこ取りでやろうと思います。で、後半のかっこいいバージョンでは弾き方もいろいろこだわってですね、で、難しいコードも大量に出てくる、ブリッジパートのところもやってみようと思います。最後までご覧になってください。さあ、いいなあの曲、私も大好きという曲あるじゃないですか。あれをね、CD 聴いたりカラオケで歌ったりするのもいいんですけど、楽器と一緒に弾き語りする。これ最高でございます。皆さんぜひ体験してもらいたいと思います。はい。なんだけれども、ピアノとかギターとかちょっと難しいですよ。ウクレレ、簡単なんです。はい。他の楽器に比べたらはるかに簡単。でも、ものすごく奥が深いです。やり始めたら本当にね、こんなにええって感じなんですけど、まあまあ面白くてすぐにね、音楽の楽しさ実感できるんで、ぜひ始めてもらいたいです。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけで、あれ私できたってすぐできるようになりますからね。YouTube だったらいつでもどこでも、ちょっとご飯炊く間でもね、洗濯機回してる間でも、パッとスマホで見れて、できます。YouTube だったらしかも、ただ、無料。これは皆さん始めた方がいいですよ。まあ、今回は英語の曲ですけど、ガズレレもありとあらゆる簡単な音楽を、ウクレレで簡単にしてますんで。はい。で、もうちょっとしたらここにリンクあります。ここのリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ていくと、あっという間に楽しい音楽人になれます。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クイック!はい、行ってらっしゃい。そこにはですね、まあ洋楽はもちろんなんですけど、ハワイアンももちろんありますよ。だけど、最新 J-POP、夏メロ、演歌、映画音楽、まあ今回もそうですけど、アニメソングで、もう本当にありとあらゆる音楽が、700曲、全部ウクレレ簡単レッスン動画になってますんで、皆さんぜひご覧になってください。そしてウクレレ始めてください。音楽聴くのもいいけど、やるのはもっと最高っていうのがガズレレの合言葉でございます。さあ、早速じゃあまずはシンプル簡単バージョン。こっちは気楽にできます。簡単入門コードできるバージョンの初心者バージョン、簡単バージョンの方からやってみます。1、2、3。I could stay away unless you hear breathing. Watch you smile while you're sleeping. While you fall away, I'm dreaming. I could spend my life.In this sweet surrender, I can see lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep cause I miss you, babe. And I don't wanna missCause even when I dream of you, the sweetest dream never do, I still miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Don't wanna cross my eyes. I don't wanna fall asleep cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream never do, I still miss you, babeAnd I don't wanna miss you, Sam!Zero! はい。エアロスミスの I don't want to miss a thing.、シンプル簡単バージョンやってみました。今のところは、メインのところです。いわゆる A メロ、B メロサビ。ここは簡単コードで収まるんですよ。はい。で、今からですね、動画のテロップを見ながらゆっくりやってもらうのいいと思うんですけど、いずれは自分だけでやりたいんでね、ノートに書いたりしてほしいんですけど、はい。洋楽の場合は私歌詞をこうプリントアウトしまして、コード書き込むっていうパターンでいつもやっておりましてですね、まあ参考になる、これを見るよりも動画内のテロップを見てもらった方が早いと思うんですけど、まあ一応スッと見ていただきましょう。ちょっと言葉の言い回しが難しいから、なんかこう自分でわかるようにこうタイミングを測ったりしているんですよね、この、
このスペースの書くところでタイミングがなんとなく読めたりね。だってここはワンブロック、ここワンブロック。なんか、こういう自分で工夫しながらオリジナルのこういう感じで書く手段を見つけるといいと思います。はい、じゃあまあここ最初のところね。ここの一行が B メロって感じなんだよな。はい。まあこれテロップ見た方がわかりやすいと思うんですけど、ここサビですね。この言い回し結構難しいです。英語独特のこのまたぐ感じというかですね。はい。で、今ここずーっとやってきて、ここ2回繰り返して終わったっていう感じなんですけど、はい。シンプルでしたね。そこまでで出てくるコードをちょっとここに書きました。はい。C と F と A マイナーと D マイナーと G7 と E マイナー7。この6個のコードで今のね、ここまでのパートはできました。これシンプル簡単バージョンでこのコード6個です。はい。この6個のコードわかんないなーっていう方、初めて見るなーっていう方いらっしゃるでしょう。はい。それは、ドン！こちらです。このガズレレ必須コード。必須ですよ。必須ですよ。必須ってことは必ず覚えた方がいいということで。音楽ね。ウクレレで音楽始めた方は、まずね、ウクレレを抜きにして、音楽ってコードを弾いて、こう、メロディを奏でるっていう基本があります。このコードっていうのがですね、もう星の数ほどあるんですよ。で、全部覚えようと思っても、もうそもそも無理な話で、もう本当に星の数ほどだから。で、どうしたらいいか、わかんないでしょ？したらまずこのね、ガズレレ必須コードって8個の、超簡単入門コードを覚えて、それを足がかりに音楽の世界を知っていくというのがいいと思います。8個のコード。たった8個の簡単コードですよ。中には指1本もありますからね。で、これがその中の8個のコードのうち 6個なんで、まあ、そのガズレレ必須コードをマスターしたら自動的に覚えるということなんですけども、このガズレレ必須コード8個のコード、以前私がめちゃくちゃわかりやすく楽しく面白く解説している動画で覚えられる、その動画ここに貼っておきます。ここの動画ね、わかりやすいんで絶対見てくださいね。これでコードは8個覚えてください。はい。その中の6個なんで今日はここまでは、だからそういう意味で簡単コードだということ。はい。じゃあこっからかっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンはですね、途中ね、ブリッジパートっていうちょっと変化がある パターンがあるんですけど、そこが転調って言ってキーがちょっと変わって、難しいコードがダーンと出てくるんですけど、今日はかっこいいバージョンではそれも再現します。まずそこの楽譜を見てもらいましょうか。あとでテロップでも確認してくださいね。はい。ここ。A シャープと、ここ C が2拍とかね、書いてあるんですよ。ここ後でさ、解説しますけど、A シャープとかね、難しいコード出てきます。はい。で、これはまぁちょっと後で、見てもらうとして、はい、ここ1、で、ここは最後サビを同じね、なんでね、ここは、ここと全く同じのがここ、書いてあります。で、ここで出てくるコードをざっと紹介します。はい、ここに難しいって書いてます。まず、A シャープと G シャープ押し。G シャープ押しっていうのはガズレレ独特の、なんていうかな、オリジナルコード。はい。これは D シャープ。これは C マイナー。次 D です。これざーっと解説します。まず A シャープから。A シャープは、いいですか？押さえる場所。こことこことこことここを、こういう風に押さえるのがいいと思います。はい。人差し指でこう、二つね。1フレット、1弦と2弦をこうやって押さえる。で、できる人はこの制覇でいいですよ。これでいいですね。はい。これがまず A シャープね。はい。次はガズレレオリジナルコードの G シャープ欲しい。これがね、結構使えるコードなんで覚えておくといいと思うんですけどね。押さえる場所はですね、こことこことここなんですよ。こことここと。で、ガズレレでは G っていうコードを G7 で押さえることが多いんですけど、この場合はですね、いわゆる一般的な G というコード、こことこことこの3つを押さえるコードを、この形のまま1個こっちにずらした。なんとも言えない切ない響き。押さえる場所は、だから、こことこことここの3つになりますね。こういう風に押さえるのがいいと思います。人差し指が上。こういう感じがいいと思いますね。あるいは、3つ押さえて、ここちょいと立ててもいいですよ。これは G シャープ欲しいです。はい。これが不意に出てきますからね。次。はい、どんどん行きます。D シャープです。D シャープ。これ見てみました。これはですね、まあ、結構簡単。ここと、こことここです。なので、こんな感じですかね。はい。こことこことここね。4弦は開放弦です。こことこことここ。これ D シャープ。はい。どんどんいきます。で、C マイナー。C マイナーは押さえる場所。こことこことここです。こんな感じ。人差し指でもいいし、薬指でもいいし。まあ人によってはこの1本ずつ押さえてももちろん、押さえる場所はこことこことここ。はい。この3つですね。で、この D というコード。まあ、これもたまに出てきますけどね。この D は、いいですか？押さえる場所。こことこことここです。こことここ。だから、こうやって押さえるのがいいかなと思いますね。一弦は押さえてないですよ。はい。人によってはこう、指一本でいいんですけど、この時に見てください。ここギュッと反らないと一弦ここ当たっちゃって、こう、プチッとなっちゃうから。これ押さえようと思う人は、こう、しっかりこう曲げて、反ってください。はい。
この5つのコードを追加して、このブリッジパートのところでやるんですけど、はい。コードが難しいのが5つ足されます。はい。で、コードはそのぐらいでいいんですけど、この弾き方ですね。前半はガズペジオでいきたいと思います。で、B メロからサビにかけてだんだん盛り上がってくるところで16ビートのチャですね。こんな感じでいきたいと思います。ガズペジオと16ビートのチャ。この、だんだん盛り上がる感じで盛り上げていきましょう。はい。その2つの弾き方。ここにリンク貼っておきます。このリンク先はガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろといういろんな弾き方を紹介している動画をシェアしているところがあるんですけど、その中からガズペジオ、16ビートのチャ、この2つの動画探してみて練習してください。動画でマスターです。で、16ビートっていうのはですね、いきなりはちょっと無理なんですよ。8ビートができるようになったその上に、あるものでございます。まず8ビート完全にできるようになってから16ビートに行って、しかもその上でチャ、チャっていうのはこう、このチャで打楽器の要素を加える。このチャっていうのもなかなか難しいんで、それも動画で解説しております。8ビートのチャ、16ビートのチャとありますんで、ぜひ練習してみてください。さあ、これね、かっこいいバージョンはちょっと難易度高いですね。歌を歌うのに、しかもそのコードが難しいっていうのと、こう16ビートのチャも出てきますということで、そういうことをミックスしながら、はい。あのアルマゲドンの景色を思いながら、心込めて歌いたいと思います。じゃあ、かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー。I could stay away.To hear breathing, I watch your smile while you're sleeping. While you're far away, I'm dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in the moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.はい。エアロスミス、I don't want to miss a thing. やってみました。かっこいいバージョン。もう地球を救う気分になっちゃって、テンションが高くなっちゃっても、ね、もう汗かいてますから、私。4月の寒い日に、はい。いや、これはね、気持ちがいいですね。はい。ちょっと16ビートのこう、ゆったりした16ビートにこう、リズムが乗った時に、得られる。あの、気持ちいいグルーヴ感。皆さんもぜひ体験してもらいたいんですけど。まあね、映画を思い出して、地球を救う気分でやるのは大事だと思います。ありがとうございます。はい。皆さん音楽どんどん楽しんでやってくださいね。音楽楽しいな、ウクレレ最高って方は、どんどんウクレレ教えてあげてください。人に教えると、皆さんも上手になりますからね。人に教えるのが一番上手になります。はい。楽しいことはシェアしよう。ありがとうございます。はい。ガズレレのいろんな情報、これからちょっとご案内させていただくのでご覧になってください。ありがとうございました。楽しんで音楽しましょう。では、さようなら。ご案内どうぞ。はい。まず、ガズレレホームページ。
ご覧になってください。ガズレレ .com でございます。最近リニューアルしたばっかりですから内容濃いですよ。曲の検索機能も分かりやすくなりました、いろんな情報も最新情報もいつもこのホームページに出てますから、はい、ホームページのリンクここに貼っておきます。そこ見るとね、もういろんなことの、例えば CD 出してますとか本出してますとかあるんですけど、まあホームページいろいろ見てくださいね。そのホームページではですね、ブログも書いてるんですよ、ガズさんは。はい、1日1記事大体書いております。いいことばっか書いてるんですよ、本当。これぜひ読んでください。ブログもね、ホームページがありますから。とにかく、ガズレレのね、音楽みんなやろう、どんな人でもやろうっていうのがメッセージですから、はい。でね、聞くよ、音楽聞くのも最高ですけど、やる方が最高。これを合言葉に、楽しんで音楽やろう。楽しんでる人はどんどん周りの人に教えてあげてください。ガズさんの YouTube 教えてあげれば、その人もどん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 もう勝手に上手になる。じゃあ勝手に音楽が楽しくなる、はい、いい世の中になります。ありがとうございます。よろしくお願いします。さよなら。